どっかボランティアに出かけて。あ、これですか。ええ、全然ね。あ、これはたまたまですね、はい、手に入れたんで自慢しようと。お、自慢っていうことじゃないですかね。作ったのかなと思ったんですけど、これあれですか、あの米軍のあの例のオペレーション友達。あ、それで友。そうそうそう。あ、本当だ。それのあれです、あのエンブレムです。なるほど。あ、友達って書いてありますね、はい、そう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 。まあ、これはあるショップから買ったんですけど、購入資金の、利益の一部はもう当然現金で。新聞を読んでるんですか。あ、新聞を、これ台湾の新聞。台湾の新聞、台湾のあの義援金に対してですね、あ、はい、あの、感謝のメッセージを送ろうという、あの日本の同志、インターネットで募ったですね、同志があの募金をあの集めてですね、はい、感謝のメッセージを出したという、台湾の知り合いというか友達がですね、はい、高橋こんなのが出したよって言ってですね、送ってくれた。来週はですね、一週間台湾なんですよ、はい、あ、そうなんですか。コンピュータ台北。あ、またまた、もうその時期ですか。もうその時期ですよ。もうまた1年経ったんですよ、はい、お父さんも一歩墓に近づき、一歩一歩、私も墓に一歩近づき、もう人生の絶頂ははるか後ろにあるんで、で、行ってくるんですよ、はい、だからですね、もうお礼案件ですよ。なるほど、というわけでございまして、ね、はい、先日、Windows ホームサーバー2011のですね、ラウンチイベントに行ってまいりました。へえ、で、はい、当然ですね、Windows ホームサーバー2011マシンを作ってですね、ほう、はい、ラウンチイベントに参加したわけですね。ほう、はいはいはい、ということでですね、Windows ホームサーバー2011皆さんに紹介すべき、はい、すべく、いや、知りませんでした。個人もしくはですね、はい、双方環境向けの、サーバー OS、 ほう、サーバー構築用のですということでですね、はい、それがですね、バージョンアップ、メジャーバージョンアップをしましたですね、はい、Windows ホームサーバー2011、まあまあ、これは本当一般的なところなんですけど、ここには今サーバーマシンもありません。ない、ないんだけれども、はい、例えばこのダッシュボードというのがあるんですね、で、これですね、はい、慣れたところから、要するにですね、サーバーっていうのは、はい、基本的にどっかにあるもんで、はい、キーボード、ディスプレイ、マウスっていうのは繋がなくていいんですよね、はい、要するにリモートコントロールすればいいわけですよ。なるほど。で、そいつがポンと置いてあると、そう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 、あればいいと、あればいいと、で、はい、ネットワークにつながってればいいと、はい、で、これは私のノード PC の方からですね、はい、今ダッシュボードっていう管理画面を表示しとるわけですわ。なるほど。これはその、まあ、いろんなところからアクセスしてこれを表示することができるわけです。なるほど。例えば、はい、日本全国の都市屋という名前の人怒ってないですかね。私がこうで、私がこうですからね。何ですか、私がこうですからねっていう。はい。お、これは入ったわけですね。はい。はい、で、これがあれです、サーバーですね。お、はい。で、共有フォルダ。こっちが。真ん中が。はい。さすがにですね。はい。今日これを見せてからですね、ゆっくりデータを整理しようと思ってるので。なるほど。この中にはですね、そんなデータは入ってないんですけども。これでもなんか、ちょっと怪珍が出ちゃう。やばいですよね。昔ありましたよね。例えばですね、あの共有ホルダーで、はい、ピクチャードキュメント録画一覧ということで、今回ですね、ストリーミングに随分ですね、はい、力を入れられてるんですよ。はい、で、要するにサーバーを通して、サーバー、OS を通して、はい、ムービーだったらストリーミングをしようと。ちなみにですね、スマートフォンからもアクセスできるんですよ、この画面。あ、そうなんですか。そうですよ。Android とか iPhone とか。で、例えばですね、ちょっとこれはダミーで、入れてたんですけど、はい、ピクチャーの参照、はい、要するに、これはですね、サーバーの中に入ってるやつです。お、はい、お、お、でですね、お、これはですね、私がイベントでですね、かわいいじゃないですか。提案したですね、萌えキャラ。なんかでもなんか可愛いけど昭和の匂いがプンプンと。え、次です。次、次ですか。わあ、どう、これね、多分ね、モザイク入れてもらってダメですね、うん、お、これこれが私が、これエッチですね。何をおっしゃいますやら。サバタンです、サバタン。すげえエッチだ。なんか足がエッチですね。何を言っちゃいますこれもみんなこの X 客がなんというか有名なルネ・マグリットっていう人 の、 共同発明っていうやつで、ね、この方亡くなってから50年経ってないのよ。なるほど。なんで、ちょっと著作権がまだなるほど、あれなんで、モザイクで、はい、モザイクで、はい、
でそれをモデルとしてですね、私がですね、あのサバタンと、サバタン、サバタンです。これなんかリアルですね。リアルでしょ、だからこれがですね、会場を阿炎教官の地獄に。おお、なるほど、それ、これは出したらそうですよね、どういう反応でした？あのね、ざわめきました。ざわめきと苦笑いですね。あ、でこれがですね、まあ、あの知り合いに頼んだ、で頼んだ人間がですね、はい、昭和44年生まれだったっていうのがですね、敗因だったんですけど、はい、まさしく昭和の、あのほら昭和の、はい、後半の方の少女漫画の読者投稿欄にこういうイラストがよくあった、はい、なるほど、でどこがサバって言ったらここ、色は確かに、だからこれをですねマイクロソフトにぜひですね、はい、あの採用していただいて、採用して、でアップロードとかガンガンできるわけですよ、でみんなで共有できますよと。なるほど、例えば、Windows ホームサーバーっていうのもですね、別に家庭内だけじゃなくて、外からも当然アクセスできるので、あの、はい、友達と情報を共有しますという時に、はい、例えば、前回 の、 あのバーベキューパーティー の、 あの、はい、写真アップしたよって言ったら、はい、そこにみんなアクセスして、はい、なるほど、写真を見てバラバラ、そのホームサーバーのドメインサービスっていうのがあって、あ、それはですね、はい、あの、はい、自由にこう取れるんですけれども、はい、あの例えばあのほにゃらら、はい、ドット、はい、ホームサーバー .com っていうのが、はい、要するにホームサーバーユーザーは使える、使えるというか設定できるようになってるんですね。それを使って、あの外からも全く台湾からでもいいですし、なるほど、台北からでもいいですし、はい、台南からでもいいですし、はい、台中からでもいいわけです、はい、みんな台湾です、まあ、言われてみればみんな台湾でしたね、そう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 、これは今ユーザーとして使ってるところです、はい、さっきのやつはダッシュボードっていうのは管理者っていうか、はい、サーバーのコントロールとしてやってるところです。なるほど、だけどみんなここから、はい、この家のどこかにある、どこにある、はい、今それを持ってきましょう。あ、そう、現物を持ってくるってことなんですか。それはそうです、持ってきますよ。へえ、小さいですね。それがそれですか。それがさっきあのアクセスしていたサーバー様ですよ。サーバー様、あ、サバ、サバ、うん、サバタン、サバタン、あれですよね、半魚人っていうのの恐ろしさですよね。ああ、上が人間で下が魚だったら、はいはい、まだマシだけど、上が魚で下が人だった時の恐怖ですよね、特にあそこら辺はまだですね、あの半魚人かっこ女性みたいなバージョンになってよかったですけど、はいはい、半魚人かっこ男と走ってきたらどうしようね、はい、ランブランさせながら今ね、あのこのご時世じゃないですか、はい、だから、はい、節電というかですね、省電力にしようということでですね、はい、あのミニアテックスのマザーボードを使って、小さいですもんね、で電源は、電源もですね 250W、はい、80プラスブロンズっていうやつですね、はい、あの、なんていうんですか、あの電力の、効率がいいやつですね、はい、で、ミニ ITX で、はい、CPU の方がですね、インテルの Core i3 2100T っていう、こっちの方がね、TDP が 35W、はい、というですね、あれですね、ただ、メモリとハードディスクはなるべくたくさん積もうと、あ、今ハードディスクが今だんだんだんと来てましたもんね、一応4つ、リムーバブルのあれがあるんですけども、はい、ここにですね、本当であれば2テラを入れたかったんですけど、はい、2テラが3台しかなかったんで、とりあえず1テラで、4テラ。で、サーバーらしいところというかですね、はい、でそこら辺はですね、やっぱちょっとさすがに、なんか欲しいなということでですね、はい、レードカード、ハードウェアレードカードですね、ASI のメガレイドシリーズ、これがですね、メガレイドシリーズがいいのがですね、はい、Windows ホームサーバー2011っていうのは、はい、Windows サーバー2008、はい、R2 かな、2008がベースになってるんですよ、はい、でドライバーがとにかく Windows 7並みにバリバリ入ってる、はい、標準で、はい、でメガレイドっていうのは、もう世界のトップブランドっていうかですね、はい、なんで、はい、ドライバーが入ってるんですよ、うん、なんでインストールするときに、例えばレードカード用のドライバーとか入れる必要は全くない、はい、でスパッと入る、なるほど、スパパッ、お、気持ちいいと、ええ、ポワッ、ええはい、
で、それに4台つないで、はい、レード5を組んでいました。まあ、心配性の人はですね、はい、最近レード6っていう。へまあ、最低4台であればできるやつで、はい、2台と壊れても大丈夫っていうのが出てきましたけど、はいはい、であとはメモリが8ギガ入ってるところかな。お、なるほど、はい、へだけど省電力だし、省電力ってことはイコール静音にっていう意味もあるんですよね、はいはい、ずっとつけとくもの。そうそうそう、あとはまあですね、イベントの方ではですね、はい、UPS をみんな使おうと。お、無停電電源装置、なるほど、サーバーなんで、はい、なるほど、その黒いケーブルがかっこいいですね。かっこいいっすか。トグロ巻いてる、なんか上にガンガンガンとグリングリンと乗ってますけど、もうちょっと短いのがあると嬉しかったんですけどね。これはねミニサスポートという、あそこでまとまってるんですか。そうですよ。ミニサスポートで、まあこれをどこか、これ小さいじゃないですか、はい、だからどこかの、まあ、安定した、はい、まあ、その風通しが悪くないところの隅に、はい、風通しが悪くない、いざとなったら、はい、要するにリモートでアクセスすると。なるほど、だからこれに対してディスプレイだとかつながない、これこいつには、インストールの時だけ、ね、時だけ、はい、インストールの時はキーボードも、それはもう光学ドライブも、はい、うーん、ね、部屋を片付けたいんですよ私。なるほど、じゃあこれやめて、収録やめて、部屋を片付けさせていただければ、はい、わかりました。コンビテク台北の準備が、はい、そうですね、あるんです、ね、忙しくそうなんですよ。じゃあそれにかかってください。はい、ありがとうございます。はい、ということで、わかりました。